はい、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木です。いつも動画ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いしますね。今回はオーストラリアの話題でいきたいと思います。オーストラリアは私にとって自分の生まれた国、日本を除けば世界で最も縁の深い国です。私は国際結婚してまして、 妻はオーストラリア国籍その実家は熱帯のビーチリゾートとして名高いケアンズにありますコロナになる前は一家4人全員日本の夏休みはケアンズの実家で毎日過ごしたものですその縁もあって私はオーストラリアの永住権を妻にスポンサーしてもらって1999年にビザを取得翌2000年には日本の会社を辞めて 移住しました私が31歳の時でした移住したた移住先がオーストラリア最大の都市シドニー当時はオリンピックの直前で街中盛り上がっていましたが移住したら当然生活しなきゃならないので私は到着翌日から就職活動を始めましたが内定獲得まで3ヶ月かかりました。 IT エンジニアとして IBM オーストラリアに就職でき晴れて給料をもらう身になってオリンピックを楽しみましたシドニーのオリンピックスタジアムで Q ちゃんこと高橋尚子選手の女子マラソンのゴールを間近で見ることができてすごく良かったです IBM で5年ほど働きながらオーストラリアで資産形成も始めましたこの国は投資が盛んで熱心な人が多いです 特に不動産投資は皆大好きで職場の人はランチタイムやアフタヌーンティーの時間になるとどの地域でどんな家を買ったいくら値上がった次はどこを買うみたいな会話に花が咲いたものですその影響を受けた私は就職2年目の2002年に住宅ローンを組んでシドニーでマイホームを買いましたこの家には3年住みましたが 2005年には中国で働くことになったのでシドニーの家を賃貸に出しました不動産はとても良いもので賃貸に出せばお家賃が入ってくるしオーストラリアみたいな国で不動産を持てば時間の経過とともに価値が上がっていきますその後2007年に私は日本に戻り東京で働くことになりました普段の 日常生活の中ですっかり忘れていたシドニーのマイホームの価値はいつしか2倍以上になっていました2016年にオーストラリアの銀行の方と話す機会がありましたその時言われたことがこうです鈴木さん14年前に39万ドルで買ったシドニーの家がもう80万以上になりましたよ担保価値が十分増えたので次の投資物件買うために借り替えしませんか その後、2017年にブリスベンというオーストラリア第3の都市で戸建てを投資目的で買うことにしましたこちらも賃貸に出していましたがブリスベンの家も3年半ぐらい経過すると40万ドルで買ったものが52.5万ドルまで担保価値が上がり最初に買ったシドニーも相変わらず上がってますので 今度はメルボルンというオーストラリア第2の都市で戸建てを追加購入しましたメルボルンの方はつい先週土地の決済をして新築戸建ての建設に入ります9月頃には完成してお家賃収入が入るしこの物件も値上がると思います買った不動産の資産価値が上がって銀行もお金を貸してくれて その2つを組み合わせて理想的な形で資産を増やしてすでにオーストラリア三大都市で自分の物件を持つ身になりましたしかもメルボルンの戸建ては借金なしですシドニーブリスベン物件の値上がりのおかげで土地付き新築戸建てをタダでゲットしたようなものですねオーストラリアはアメリカと違って日本にはあまり情報が入ってこない国ですが ととてても上手に運営されいいる社会だと思います日本と同じく国民皆保険制度があって医療関係はまあいろいろな問題はありますけれどもアメリカみたいな法外な値段にはなりませんオーストラリアはアメリカと違って銃社会ではないし貧富の差はあるけれど各地差がむちゃくちゃ開いているわけでもなく治安面は欧米社会としては良い方だと思います。 自然環境にも住環境にも恵まれ都市部はそれなりに便利で仕事もあり安心して長年暮らせる国ですね。オーストラリアはライトな福祉国家という感じでしょうかね。仕事を失ったら失業保険老後資金が足りなければ老齢年金などは出ますけど必要最小限な額が出るという感じです。 あと、持ち家などの資産が一定額以上あれば、老齢年金が一気にゼロにされるみたいな厳しい運用をしています。私も2005年に娘が中国で生まれた時、オーストラリア政府に申請して、出産祝い金が70万円ぐらい出て、それが私の口座に振り込まれましたけど、後日、厳正に 審査された結果、オーストラリアで生まれてないから全額返せと言われたことがあります。もちろん返しまししままたたよ。あのお金を使ってしまっってててなくてよかったです。老後の生活費は国民の自助努力がベースという考え方で、現役時代における資産作りの機会は不動産や株式、覚醒拠出型年金の運用を中心に、豊富にメニューが用意されています。 確定拠出年金は節税にも使えるので基本みんなやっています日本のニーサを何十年も前からやっている感じですそれでもうまくいかない人は一定数いるので彼らのために最低限のセーフティーネットは準備されています最後の最後は国が面倒を見るというスタンスなんですねあとオーストラリアは社会人教育のオプションも豊富に用意されています 40代や50代になって一年発起して大学の学位を取り直すのは当たり前ですし、そういう人材に良い給料を払う会社も多数存在します。もっとカジュアルに学べるコミュニティカレッジは豊富にあって学費がものすごく安いです。3ヶ月間のコースで1万円とか2万円とかなので私もいろいろコースを取りました。語学系はフランス語、アラビア語、ベトナム語など あとは日曜大工コースとジャーナリズムのコースも履修しました人間が生涯を通じて学びスキルアップできる制度が完備していて使いやすい社会制度設計の面で日本がオーストラリアに学ぶべきことはとても多いですオーストラリア人の富の基本は不動産です不動産マーケットを健全な状態に保ち 国民に老後資産を形成させるという点で、オーストラリアのガバナンスはとても優れています。多分世界でも一流じゃないかな。オーストラリアは人口2500万人しかいない国で、実質的にアジア地域に属し、そこには人口14億人の中国と13億人のインドがあります。毎年何十万人もの中国人とインド人が分厚い札束を持ってきて、オーストラリアに家を買い、 永住を試みますそれを自由に許してたら瞬、ま、く間に不動産価格が高騰してしまうので外国バイヤーには追加印紙税を課したりその一方でオーストラリア人の初回不動産購入者には200万円とかの補助金を気前よく与えたりと大胆かつ機動的にシステムを運営しています日本と似た面もあります。 オーストラリアはアメリカや中国に比べると企業が盛んな国とは言えないです。企業の意欲のある人は多くても、それをオーストラリア国内で演じる投資家が育てて上場させるみたいな動きはこれまで弱かったんです。他国とは地理的に遠く離れた島国でビジネスコストも労賃も高いという事情もあります。IT でスタートアップを目指す人は 同じじ英語圏のシリコンバレーに行っちゃう感じですね。また優秀な IT エンジニアもシリコンバレーならオーストラリアの2倍の給料が取れるので働きに行っちゃうそれでもオーストラリアはまったりして住みやすい国なので最終的には戻ってくる人が多いですその点も日本に似ていると思いますオーストラリアは国として社会として安定度が高く自由民主の価値観が浸透しているという 意味で信頼性の高い国だと思いますアメリカと比べると政治思想が極端に分断しているわけではなく政治も基本的に左派中道と右派中道しかいなくて結局中道中道の道を選ぶという傾向が強いです先般のアメリカ大統領選みたいなカオスな混乱はオーストラリアでは聞いたことがないですし まあ細かい問題はいろいろありますけど社会全体としてハーモニーが保たれている感じなんです外交的にはアメリカやイギリスなどとの関係をとても大事にしていますある意味日本以上に忠実なアメリカの軍事パートナーかもしれませんアメリカが遠い外国で戦争を起こすとオーストラリア軍が必ずついていきますアメリカの巨大な空母がオーストラリアの港によく寄港しています アジアの中ではもちろん中国の存在が巨大で資源や食料の輸出先として中国は巨大なお得意先ですが政治体制が違う分警戒感も強くて同じ自由民主陣営として日本との関係をとても大事にする面も強いです。 オーストラリア人の間で日本のイメージがとても良いですし、ラグビーワールドカップでも日本を熱烈応援してくれるオーストラリア人は多い。クワッドにも TPP にもオーストラリアがしっかり入っていますよね。オーストラリアは日本にとってとても大事にすべきアジア太平洋のパートナーそして尊敬に値する国だと思います。 ということで、今回の動画を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。